立ちました。立った。よっしゃ、来た。メジナかな。メジナでしょ。よし、メジナだ。よっしゃ。嬉しい。よいしょ。なんかちょっとこう、お腹パンパンなやつですよ。これ、長さはそんなにないけど。28、29ですね。あ、ドラ。ドラが見える。ダメだよ、あんた持ってったら。仕掛けを、まあ、仕掛けをとか浮きを変えました。B の浮きに変えて、寄り戻しのすぐ下に B のガン玉を1個打ってあります。もう何でしょ もう無駄に沖の方へ払い出されるというか、その水中機がさらしでぐちゃぐちゃって抵抗を受けるんでですね、まあ、どっしりと狙いの場所に止めておきたいっていう、そんな理由ですね。お、当たりです。当たりました。うん、あれの方が当たりは捉えやすいですね。あー、メジナではなさそうかな。メジナじゃないのかな。また浮いてきちゃった。うん、これでいい。仕掛けはこれで。なんでそんなとこに行ってんの。あれ、なんであんなとこに。魚だ。でかいかな。ん？でかくもないのか俺。根がかったと思ったら魚が食ってました。ゆうさん、まあまあサイズアップしたかもしんない。これ重いっす。ボラかも、ボラかもしんないですけど。いや違うね。あ、メジナだ。やった。よし。これはサイズアップした。嬉しいです。よし、入った。よし、入ったね。オッケー。お、これはまあまあある。あれ40あるかな。40はないかな。これいいサイズですね。やったよ。よし、40はないな。いいとこかかってる。ほら、あれ38はないですね。ちょっと足りない。
同じ棚を狙ってみましょうね。もう少し誘導は短くしてもいいような気もするけど、ちょっとわからないんで。なんか鈴木が来た、鈴木これだけどすぐ朝だなっすね。いやちょっとバレないで撮りたいよちょっと慎重に行こう。あんまり慎重すぎてもな。平鈴木でしょこれ。あ、切れた。まあまあしょうがないね。ジョーさん、それボラっすね多分。うん、ボラよね。ナイス、ジョーさん楽しいじゃん。ボラはねさっきから見えてたんですよね。え、いいっすよ、いいっすよ、楽しそう。タモの練習だと思って。まだやってる。ジョニーさん、今、切れればいいのにって思ってるでしょ。だけど、ボラの姿見えなくなりましたね、ジョニーさんのおかげで。ボラビビっちゃって、どっか行っちゃった。平鈴木釣りたい。もう一回来ないかな、あれ。あれなんだろう。なんすかそれ。ボラですよね。鈴木だ。鈴木ですよ、皆さんそれ。鈴木。しかも平ですよそれ。うん。頑張って皆さん取って。平それ間違いない。いやいやボラじゃない。ほら。やった。ジョーさん大丈夫。ヨーさん切れればいいのにって思ってる？慎重によ。よっしゃ、やった、おめでとうございます。やりました。ちょっとヨーさんこちらにちょっと見せていただけますか。おー、やりました。ちょっと今そこおります。すげえ。深瀬でもね、ちゃんと食うんですよね。そんなに飲み込んでるんですか？飲んでますね。あー、いいですね。美味しそう。